東京オリンピック・パラリンピックのボランティアやスタッフの愛称を選考する委員会で、委員自身も候補を提出することになりました。実は委員の中でも、自分もこういういいアイデアがあるんだけれども、というような方もいらっしゃったものですから、もし案がある方は出してくださいと、せっかくですのでね。東京大会のボランティアらの愛称を選考する24日の会合では、広告代理店などが提案したおよそ130の案の中から10の案まで絞り込まれました。一方で新しいアイデアなどを幅広く取り入れるため、22人いる委員自身も最大2案を提出できるようにしたということです。来月の会合で広告代理店などの案と委員の案を合わせた中から5つ程度に絞り込む見通しです。最終的には5つ程度の案からボランティアに募集した人たちの投票で1つに絞られます。2012年のロンドン大会のボランティアの愛称はゲームズメーカーでした。